風呂敷を広げまくって収集がつかなくなる可能性もあるわけですけど、いろんなの入れるから。そうでもまあ、うん、そうやって見えないんですよね。 T の人、はい、で T の人なのか TP の人なのか、はい、なんかねその焦りが見えないんですよ、うん、でなんかこっちはウェブを振ってね、うん、直前に聞くじゃないですか、はい、どうなってます、うん、できてませんとか平気で言いやがるんですよ、うん、僕それをなんか TP タイプだと思ってるんですけど、まあそうかもしれない、できてないだとって、そうかもしれないですけど、ね、お前どれだけ前にこっちはデータを渡したと思っとるんだと、うん、みたいなのがよく起きる気がしてます。で、うん、INTP さんの考えられる弱みは考えが抽象的になり実際にしなければならないことに対して非現実的になることがあると。知的な面に頼りすぎて、うん、説明が施策的なものにとどまることがある、うん、要は現実味から離れていくんですかね、うん、チームワークや全体の調和を犠牲にしてまでも些細な不一致を気にかけることがある。こっちでもスケジュールスケジュールって言ってるのに、うんうん、ちょっとここの整合性があって、うん、いやもう、あーでもそれを僕分かる気がします、ね、ちょっともうそれいいから置いとこうって、うん、やってって、さくらさんがね、はい、データをもらっておいてだいぶ経ってできてませんはない、うん、あできてませんはないんだよ、よかったよかった、うん、やっぱり私は J かなと。そのできてない理由があるかどうかですよね。コトーさんはね、できてませんって私言いがちと、うん、できてませんってどう言えばいいですかねって、ない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 、できてますって言ってくださいですよその状況もあるかなとは思うんですよ。一応なんかスケジュールを渡してね、うんうん、ここまでにやってくださいってスケジュール渡したとするじゃないですか。いやでもお客さんにここに渡すと、うん、だとしたら、うん、ここまでには僕はチェックしたいって、うんうん、言ってて、うん、でそれがもう絶対無理な状況なのか。結構ね前あったのは絶対無理な状況だったんですよ、はい、絶対無理な状況は絶対無理ですよって言いそうですよ。なぜならこんだけ無理な理由があります。いや僕前に振ってたじゃないですかって前に振ってても状況が絶対無理な状況であれば、いやいやあなたやるって言って引き受けたじゃないですかってっていう、まあ、だから感情じゃないですもん。そんなこと言ってもできないものはできないんですっていう。できないから言ってくださいって言うんですよ、うん、どうかいやいや言わない言わないって、うん、やれる方法を考えましょうって、うん、っていう、だから感情的にはならないって話ですよ。羨ましいその強心臓がはい。ドクターコトーさんも TP だからか先延ばしにしてギリギリになると。僕もなります。でもそれで困ったことはないから大丈夫だと思ってます、うん、無理なことは無理って言うしと、うん、平和であれ。多分言い訳の仕方の違いなんじゃないかなと思いましたね、はい、その納期に間に合わないときは、はい、T も F もあるわけじゃないですか。ありますね。会った時に F の人はごめんなんですよ多分そうですね。だけど T の人はできなかった理由を述べるんですよこういう状況だからできませんでしたみたいな、しょうがないでしょって話じゃないですか。だから許してくださいって話なんですよごめんも腹立ちますもんね。ごめんも腹立ちごめんじゃねえよですよねそうそう確かに、はい、納期の件 F と T の反応の違いが分かりみと、うん、すいませんってで許してもらおうって話じゃないですか F の人は、うん、そのまま収めようって話で、土下座ですよ、はい、土下座も辞さない感じです、うん、NT さんは現状を説明してるだけなのを言い訳するなと怒られるのが多い気がすると、うん、あるでしょうねそれは。まあそれはありそうですよね、はい、まあ、すいませんもありますからね。ありますよはい、すいませんって謝る人を信用しないって言われたことがあるそれはそれですごいですね許されると思ってるんでしょってすいませんって言えばだから最近あまり、だから打ち合わせの前に、うん、今日はすいませんって言わないぞって思わないと、はいはい、つい出ちゃう出ちゃうので、あの特に何かトラブルの匂いがある時の打ち合わせは、うん、すいませんって言わないぞって思わないと、うんうん、現地を取られてしまうと、うんうん、はい、ヤンバルさんの NT が言い訳をするなって言われるの本当それだと、うんうん、子供の頃から今まで
言い訳が得意と言われ続けていると、うん、でも何とか言ってみろも言われるんですよね、黙ってると。なんかあれですよ、言い訳するなって僕もずっと言われますからね。で黙ると何か言えって言われるんですよね。僕は何か言えの方だと思う、はい、言われるのは、はい、何とか言ってみろって、うん、でもこっちはね、なんかね、言うと涙が出るがあるんですよ、うん、ガーって頭に血が上ってるから、うんうん、あの F あるあるだと思うんですけど、うん、言い訳のつもりもなく状況説明としてということでしょうかと。要は結果が全てだから間に合わなかった事実のみにフォーカスするのでごめんなさいですねと、うん、これはその F の思考とは違うような気もしますと。ごめんなさいを言う理由が分かんないんですよね、うん、でもまずすいませんじゃないですか。間に合わなくてすいませんって。すいませんなんかどうでもいいからどうするかじゃないですか。だからもちろん考えますよ、うん、いついつまでにやりますって言うのは用意してるんですけど、うん、まずすいませんじゃないかって思いません？思いません。うそ。まずどうするかじゃないですか。いや、すいませんはもういいから。でもでも家ですよ。家って家っていうか家とは言わないけど、あ、うん、あ、まあだから僕はこいつは言わないんだと僕思いますけど、ね、僕はだから言った方がいいのかどうかだけですよ。君は悪いとは思ってないのかねとも僕は前思いましたけどね。そのだから遅れたの業者に対して状況ですよね。状況こっちは板挟みですよ。わかりますよ。あの、なんだろう。分かってないな、その言い方は。その板挟みっていう状況は分かってます。その状況は分かってて、はい、でもまあこっちの状況もあるわけじゃないですか。で、そうなった時に、あるでしょうね、あるでしょうね。そうなった時に、どこが悪いのかみたいな話は、こう筋道立てて、ここが悪いって言いたいわけですよ。無理な仕事を振ってきたら、そっちが悪い。ってなってくると、ってなるので僕は OK 分かった、はい、じゃあここからはどうするか考えようって、はい、この話はもういいや、うん、もういい、説明もしなくていい、うん、まずやろうって、はいはい、いうのも多分タイプであるんでしょうね、この辺は。多分そういう感じなのかなって、はい、うん、もううだうだ分かった、もういい、うん、あ、うだうだって言っちゃうんですね、はいはい、はい、このなんか僕がこう昔から親父とよくそういう話があって、はい、なんだろう、なんか僕はするじゃないですか、はい、でそんした時になんか俺を、あいつは俺を言わなかったとか言って怒ってるんですよ、うん、気持ちも分かる、うん、で俺をさせるために電話をするみたいなこと言う。あ、それは分からないいや、いらないからみたいな、俺なんか言ってもらいたく言ってもらいたいわけじゃないからみたいな、はいはい、そういう話はよくあるんですよね。涙が出る時々、はい、感情的になると、感情的になると本当に結果が全てなら、遅れたならリカバリーすることを最優先にするでしょうと、うんうん、あとはまあなんとかなるのはありますけどね、はい、リカバリーのために周りも動かないといけないのにうーっとなるのが F だから、ごめんなさいとかすいませんとか出るんでしょうねと。違う違う、これはおいおいおい、ちょっと君今度はい出ろ喋るぞ。多分あれですよ、円滑に進めさせようとするわけですよ、 F の人は。人間関係を良好に持ってって解決しようみたいな、うん、とこですよね。笑顔になると、うん、仕事が早くなりますよって、まあそういう感じだと思うんですよね。まずみんな笑顔になってってはい、邪魔なんでしょうね、こういうのが、うん、パンダさんがね、確かに謝罪よりも解決をもう理解できると。僕も理解できますよ、うん、でも相手があってのコミュニケーションなので、まず謝罪かなと感じます。それから解決策を出します。多分僕は謝罪を求めてないって話ですよ。 T の人は多分謝罪を求めてるわけじゃないみたいな、うんうん、もうこっちもやるし解決、うん、でも謝るぐらいいいじゃん。先にすいませんが出るのはしょうがないですよ。すいませんって言ったのに対して、うん、すいませんはいりませんって言われると、はい、いやいや別に謝ってねえしって思うし、うん、やるしこっちも分かってるし、うん、って思います、うんうん、だからまあそういう感じですよ。こっちもこういう感じですよ、はい、すいません、はい、っていうすいませんです。